はい、皆さんこんにちは。世界東洋40キロです。今回紹介するトミカはナンバー、トミカプレミアムの26番の日産スカイライン GTR BNR32 ですね。まあ、アクションはサスペンションと左右ドア開閉ですね。で、あとスケールは62分の1になります。まあ、こちら、日産と書かれちゃって、日産オフィシャルリフレクトプロジェクトと書いてあります。あとは注意書きと書かれてありますね。まあ、これは今年の4月に発売されたトミカですよ。トミカプレミアムですね。ほんとスカイライン GTR をね、今度はトミカプレミアムの再生リストをちょっと作ってみたいと思います。はい。後に作成するかと思うので、よろしければ、視聴してみてください。それでは、開封していきたいと思います。福袋プレゼントの紙が入っていました。こんな感じですね。それでは、肝心なスカイライン GTR R32 を見てみたいと思います。はい、こちらですね。かっこいいですよね。スカイライン GTR 僕大好きですから、やっぱ1989年式のやつも好きですけど、こっちのやつもかっこいいですよね。で、前には前と後ろにスカイラインとナンバープレートに書かれてあって、まあ、ここのリアウィングところに GTR の文字、わからない、見えにつらいけどここに書いてあります。で、ここには、給油口を入れるところですかね。変わってて、まあ、リアスポイラーは、リアスポイラーも結構できてますね。ちゃんと穴があって、本物の車みたいにできてますね。あと、トミカのホイールも通常のトミカとは違ってますね。で、アクションはサスペンションと左右ドア開閉になります。こんな感じですね。で、走りはこんな感じです。以上で紹介を終えます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。